はい、CSO2、今日はね、第3補給庫というマップでチームデスマッチをしていく。あ、間違った。変な武器にしちゃった。俺、MP7 がいいんだけど。そう。仕方ねえ、これでやるか。このカウンターストライクのマシンガンって強いの、これ。はい、ヘッド抜いてくる。あ、いいね。これにしよう。AK を持って、はい、撃っていく。ちょっとやっぱ制御が難しい。あ、いるね。ちょっとこっちから。あー、やられた。なんだ、なんかいきなり購入画面開いたんだけど。なんだろう、あれ使おうか。M4 使おう、今回は。確かこれ、右クリックでサイレンサーをつけれる。なんか、カウンターストライクって覗いて撃てないから、あれでね、ドットサイトとかなくてもいいよね。他のゲームだとね、アイアンサイトだと結構狙いづらいから、ドットサイト付きのが好まれるんだけど、このゲーム覗けねえからな。さあ、ここから。おおっと、マジか、しゃがんでた。マップの構造がよくわかんねえな。ここ進んだとこにリスポーン地点があるのかな。おっと、目の前、びっくりした。アシスト。こっち行ってみっか。お、右に曲がって、なんだこれ、割って。あ、さっきの入り口かな。戦ってるけど全然見えねえな。お、どうしたらいいんだ。ダメだろ、移動すっか。ちょっとお役には立てそうもない。おっと、びっくりした。寝て、で、下降りて、右曲がったところに敵がいそうな気するけど。あ、いる。いるいるいる。よし、それ倒していく。で、下がって。あ、めっちゃ味方いるな。わざわざあっち行かなくていいな。ここ登ったとこで戦おう。おっと、登れない。よいしょ。どうしよう、これ。突っ込んでいいのかな。よし、進んでっか。よし、一人やった。ちょっと降りようかな。おーっと、びっくりした。一人やった。なんとかでも一人やった。結構人数多いな。8対8か。またね、ドラム缶から頭を抜いていく。奥いる。あー、ダメだな。どうすか、味方が見てくれてる。あ、味方やられちゃった。でもカバーしてくれた。よーし。で、一緒にやって。いないね。あ、ちょっとまた階段を登ろうと思ったけど、いや、この辺でやろう。敵もここ多いかな。いた。いたいたいた。当たってんのか、これ。当たってんのかこれ。アシストしたから当たってるか。よし、やれ。2人、3人やって、リロードして、で、はい、もう1人やる。メガキルってなんだ。で、調子に乗って前に出て、前に出てやられる。あー、結構詰めてんな。あ、でも味方がいないってことはすぐ敵が出てきそうな気がする。よし、来た。まだいる。よし、2人、3人目。あ、3人目いけない。アシストになってしまった。まあ、こんな感じでやればいいのかな。なんかあれだな、あんまりマップの構造が単純というか、
裏取ったりとかできないからすまんねえな。絶対ここで打ち合いになるじゃん。ちょっとマップが微妙かな、これは。なんか毎回同じシチュエーションなんだけど、ここ出たとこにいるでしょ。で、カバーに入る。おっと、出てた、奥にいる。おー、一掃したね。いた。あー、ダメか。すげーいるよ。しかもスナイパーライフルでやめたな、今。出ない方がいいか。出るか。よし、一人やった。移動して、で、裏から、あ、目の前に降りてきたやつを倒す。キープレイヤー、なんだキープレイヤーって。あ、降りてる。あ、くそー、そっちか。狙撃した。またここ詰めてるよ。おお、すげえ。あ、なんか流れ弾当たったし。やっぱこのマップダメだよね。ダメなのかな。なんかもう2箇所しかないな。おお、マジ？どっち？なんかもうちょっとルートがないと相手はね、どこに逃げないし。あ、そして負ける。あんなに押してたのに負けんの、これ。マジか。はい、という感じで CSO2 の第3補給庫だっけ？っていうマップをプレイしてみました。